どうもホセです。というわけで本日2月5日皆さん今日が何の日だか分かりますか？そう、なんとマックから待望のご飯バーガーが販売された日でございますよっ。ちなみに日本にマックができてからなんと約44年、その44年の歴史の中で初めてこのライスバーガーが登場したということで、果たしてマックのライスバーガーどんなものなんだということで早速食べていきたいと思います。でこんな感じに、従来のそのこっち照り焼きでこっちがチキンフィレオなんだけど、従来のラップにこのご飯バーガーっていうシールが貼られたのがご飯バーガーでございます。で持ってみた感じ、普通のバーガーよりもちょっと一回りサイズがちっちゃいのかなっていう感じがします。ちなみにこちらのライスバーガー照り焼きなんですけれども、こちらが単品390円、こちらのチキンフィレオが410円となっております。どちらも普通のパンのやつよりも50円値段が上がってるので、このパンがご飯になったことによって50円の値上がりは果たしてふさわしいのかどうか、俺同じ値段かなと思ってたんだけど値段が上がってたということで、ちょっとぼったくりの波がちょっと来てるような気がするのでね、果たしてどうかなって。で今回ベーコンレタスは買ってません。ちょっとこの2つがね俺の中で本命かなと思ったんで、この2つちょっと今回絞ってみました。はい、チキンフィレオから食べていきたいと思います。おお、でもうまそう。中はこんな感じです。うまそうな見た目はしてます。早速いただきたいと思います。うん、うまっ。なるほど。うまい。ご飯の甘さともちもち感がチキンと合うような感じがする。ちょっとね米だけで食べてみたいと思います。こんな感じでちぎったお米だけ食べてみたいと思います。まあ、お米自体そんなに味はないかな。普通の焼きおにぎりっていう感じだけど、まあ食感とか要はパンじゃなくて米っていう感じかな。お米の主張だからそんなに強くないかなと思う。こうソースの味が結構濃くない？ね、ただやっぱ50円の値上がりどうなんかな。リピートするかどうかだよね、大事なのは。やっぱり1回買って終わりじゃなくて2回も3回もリピートして食べたくなる商品かどうかっていうのが結構大事かなって思います。続いて照り焼き。うわ、照り焼きやばい。見えるかな？分かんない。ソースが大暴走しちゃってて、ちょっとやばい。照り焼きソースが大暴走してる。食べにくいぞこれは。いただきます。でもこの甘辛いソースは絶対米と合う気がする。これはうまい。これだね。照り焼きってそもそも日本向けに作られた商品だから、やっぱそれと米が合うっていうのはまあ必然な気はするよね。うまい。うまい。これは結論、照り焼きソースは米と合う。というわけで、まあ、今回ね、ベーコンレタスは食べてないんですけども、2種類のご飯バーガー食べてみました。どっちも基本的には美味しかったです。ただちょっとリピートするかは、照り焼きはリピートしてもいいかも分かんない。チキンの方はちょっとリピートするか悩みますね。値段面も含めてね、単品410円なんで際どいですよね。照り焼きはちょっとリピートしたくなる味でしたんで、また機会があれば食べたいなと。でベーコンレタスの方もね、また機会があれば買ってみたいと思うので、ぜひ皆さんもねこれ動画を参考にして、マック行ってみてください。というわけで、ぜひためになったとか面白かったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録、まだまだチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。